曲ザ・ブルーでした。そしてキッズの皆さんもありがとうございました。シアトルのサンズレッスン、ガールズクラスの皆さん、ナルミ、犬山、放送陣、大垣、岐阜の中日文化センターの皆さん、また後ほど登場です。お期待ください。最後は選手とファンが一体となって全てのドラゴンズ愛をここに集結です。